株式会社グループタックは、かつて存在した、日本のアニメ制作会社、日本動画協会制会員であった。2010年、決算月である8月に、順次補破産した。負債総額約6億5000万円。1968年3月、急虫プロダクションの音響スタッフであった、音響監督の田代厚美が、部下の秋田川河心、アートフレッシュを経て、フリーとなった。 アニメーション監督、演出家の杉井義三郎らを誘って設立した。設立当初は東京ムービー等の他社が制作した作品の音響制作が中心だったが、1975年制作の漫画日本昔話でアニメーションの元受け制作を開始した。主な事業内容はアニメーションコンピュータグラフィックスによる映画、ビデオテレビ番組、CM などの企画、制作、 音響制作である。多くの賞を受賞し、評価を受けた、漫画日本昔話をはじめ、銀河鉄道の夜、イーハトーブ幻想、ケンの春など、過去の名作による作品を手掛ける一方で、1990年代以降は、従来の作風にとらわれない作品も発表していた。二千八年、代表取締役の田代が、東京国際アニメフェア二千八にて第四回功労賞を、 受賞。2010年8月31日に東京地裁へ準自己破産を申請し、東京地裁は翌9月1日に破産手続き開始を決定した。また田代が同年7月に死去していたことも明らかになった。なお破産時に制作中であった、花カッパワイゴオルムゼブックに引き継がれることとなった。また同じく制作中であった、 グスコーブドリの電気については2011年9月30日に文化庁が発表した平成23年度の国際共同制作映画支援事業における制作支援対象として手塚プロダクションが制作する形で本作が含まれることが明らかにされ手塚プロが完成させて2012年7月に公開されたスタッフの一部はディオメディア、サテライト キーにスタジオに移籍した。ありがとうございます。